東京麻布で今日から雪まつりが始まりました。といってもこの雪もちろん今日降ったわけではありませんで、岐阜県の豪雪地帯河合村から運ばれたものなんです。村では雪を村の PR に生かそうと、東京港区の商店街麻布十番街の夏祭りの会場に運び込みました。今日の雪は60トン。今年の雪解け前に山の中で断熱シートをかぶせて保存していた雪を3台のトラックで運び、高さ4メートル近い宮殿を6時間がかりで作り上げました。今日の東京は最高気温が35度9分と、今月7日と並んでこの夏一番の暑さでしたが、汗を吹き吹き通りかかった人たちは本物の雪に思わず顔をほころばせ、子どもたちの中には余った雪で時ならぬ雪合戦を楽しむ姿も見られました。この雪の像、明日朝までには大方溶けてしまいますが、河合村の人たちは祭り期間中のあさってまでは毎日残った雪を補充して雪の像を作ることにしています。こんばんは、ニュースセンター845です。今日はあまりに暑いので雪の話題からお伝えしましたが、せめて映像だけでも涼しさを味わっていただけましたでしょうか。雪が溶けると普通は春になるんですが、この雪が溶けて早く秋になってくれるといいですね。さて次に、営団地下鉄は初乗り運賃を現在より20円上げて140円にするなど、平均 13.3% の運賃の値上げを今日運輸大臣に申請しました。申請によりますと、距離に応じて5段階に分かれている普通運賃のうち、初乗り運賃は現在の120円から20円上がって140円に、150円の区間も20円上がって170円になります。それ以外の区間は10円ずつ上がり、180円の区間は190円に、220円の区間は230円になります。この結果、例えば銀座から大手町まではこれまでの120円が140円に、また銀座から浅草や新宿へはどちらも150円が170円になります。また通勤定期は 13%、 通学定期は 12.5% それぞれ引き上げられ、普通運賃と定期運賃を合わせた平均の値上げ率は 13.3% となっています。営団地下鉄では今回の申請にあたっては、新しい路線の建設や車両の冷房化などによる経費の増加を値上げの理由に挙げています。今回の値上げは運輸省の査定の上、11月から実施される見通しです。次に、首都圏では今の羽田成田に次ぐ第3の空港が21世紀の初めまでに必要であるという方針が打ち出され、運輸省で実現に向けて調査を始めることになりました。これは運輸大臣の諮問を受けた航空審議会が第6次空港整備5カ年計画として検討してきたもので、このほど中間報告がまとまりました。それによりますと、首都圏では現在行われている羽田空港を沖合に広げる工事が計画通り平成7年度に完成しても、21世紀の初めには早くも需要に追いつかなくなります。このため、新しい空港の設置やすでにある空港や飛行場の活用について総合的な調査をする必要があると述べて、首都圏では羽田と成田に次ぐ3番目の空港が必要なことを初めて打ち出しました。この報告では、東京周辺に新たに用地を獲得して新しい空港を作るのか、それともすでにある空港を利用するかについては明らかにしていませんが、既存の空港については横田や厚木など首都圏にあるアメリカ軍基地を念頭に置いたものとみられています。これについて運輸省では、第三空港についてメドが立っているわけではない、首都圏では用地や空域、つまり空の区域の制約など難しい問題が多いとしながらも、この報告を前向きに受け止めていまして、早速来年度予算に調査費を要求して、用地や空域、さらに環境や空港までの交通問題などについて調査を始めることにしています。ところで成田空港ですが、2期工事の完成は早くても平成5年の春以降になる見通しとなりました。これは運輸省と新東京国際空港公団が成田空港の2期工事建設についての来年度予算の概算要求の中で打ち出したものです。それによりますと、2期工事の主な工事となる2本の滑走路とターミナルビルの建設のうち、来年度予算では現在の滑走路と並行した長さ2500メートルの滑走路1本とターミナルビルの完成を目指します。2つの施設とも再来年の平成4年秋から使い始める計画となっています。そして横風用のもう1本の滑走路と安全施設の完成に向けての予算の要求は平成4年度に持ち越すことになりました。
こうしたことから成田空港の2期工事の完成は早くても3年後の平成5年の春以降になることが確実になりました。成田空港の2期工事についての来年度予算の概算要求は、2期工事の用地内でまだ買収できていない反対派農家などの用地の取得を前提にしたもので、用地交渉が難航すれば2期工事の完成はさらに遅れることになります。次に火事のニュースですが、今日夕方、埼玉県桶川市の小学校で体育館が全焼しました。今日午後5時40分ごろ、埼玉県桶川市上秀谷の桶川市立秀谷小学校の体育館から火が出て、鉄筋トタン武器の体育館およそ1000平方メートルが全焼しました。他の校舎への延焼やけが人はありませんでした。秀谷小学校の話では、焼けた体育館は午後2時ごろから地元の子どもたちがボール遊びをするために使っていましたが、午後5時に父母が見回りをして鍵をかけたときには異常はなかったということです。上尾警察署の調べによりますと、体育館の北側付近が最も激しく燃えていることから、警察ではこの付近から出火したものとみて、明日の朝から消防と現場検証をして火事の原因を調べることにしています。神奈川県内の男性が株の購入資金として4億円余りを三和銀行の元参与に預けたところ、この金を着服されたとして、今日この元参与と銀行に被害の賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。訴えを起こしたのは神奈川県内に住む59歳の農業の男性です。訴えによりますと、この男性はおととし三和銀行の当時の参与と知り合い、勧めを受けて三和銀行に口座を作りましたが、この元参与に預金通帳と印鑑を預けて株の購入代金の支払いを頼んだところ、去年8回にわたって振り込んだ総額4億3000万円余りを元参与が株の購入代金に充てずに全額着服したとしています。この元参与は今年の4月依願退職し、原告の男性は4月末元参与を業務上横領の罪で警視庁に告訴しましたが、さらに今日仕事上預かった通帳や印鑑を悪用した事件であり、銀行にも責任があるとして元参与のほかに三和銀行とその頭取をも相手取り、被害と被害弁護士費用を加えたおよそ4億5000万円の損害賠償を求める訴えを起こしたものです。今日の訴えについて三和銀行広報部では、銀行も訴えの対象にされたことに驚いていると話しています。今日はおもちゃの話題なんですが、毎年新しく登場するおもちゃの数はおよそ1万2000点にも上ると言われています。最近は環境問題への意識の高まりを反映して乾電池を使わないおもちゃですとか、プラスチックの代わりに布や絹などを使ったおもちゃが目立っているということです。東京中野にあるおもちゃ美術館を訪ねました。東京中野にあるおもちゃ美術館です。日本をはじめ世界各国のさまざまな珍しいおもちゃが展示されています。ここにはおよそ30万個のおもちゃがあり、6年前のオープン以来、子どもから大人までたくさんの人が訪れています。この美術館で一番の人気はこのボクシングゲームです。手に持ったグローブを振ると空気圧でおもちゃが動く仕掛けになっています。今日はね、カエル君の誕生日。誕生日なの。その他、手にはめて自分で人形を動かすものなど、最近は電池ではなく実際に自分の体を使って遊ぶおもちゃに人気が集まっています。時代を反映するおもちゃがたくさんあります。自然を守ろうという運動が社会的に起きてますね。でそういう中で電池を使わないおもちゃ、省エネのおもちゃがたくさんありますね。それと同じように多様な素材がおもちゃの世界にこう注入されています。これは両足を広げるとゼンマイが巻かれて走り出すキリンです。これも電池は一切使いません。うちで遊んでるよりなんか一人ででもいっぱいいろんなことして遊べるから楽しかったです。お家ではこういうのじゃなくてね、もっと大人が使うようなのが一つあるけど、ほとんどはもう子供のだな。だけどね、やっぱりこっちの方が楽しい。
目で見て楽しめるのと色でまた楽しめるのとで触って楽しめるのといろいろこう自分が子供がねこう主体になってこう遊べて行けるっていう点では面白いなと思いますけどね。結構いろんな想像力っていうのかな、かきたてられながらいろんなことして遊んでて楽しそうです。最新式のおもちゃはたくさんありますけど、そうじゃない全くのこう手作りの手動のおもちゃっていうのがたくさん増えてきた。それはおもちゃの世界にとっていいことだと思うんですね。いろんなことを触れる機会がたくさんできたし、また自分で考えて作ってみようかなって気持ちにもなってくると、そういうチャンスをいろんな多くの人たちに投げかけてますね。おもちゃは今また自分の体を使って動かすという遊びの原点に戻ってきました。それだけにおもちゃとどう上手に付き合っていくか、子どもたちにも工夫が必要になってきたと言えそうです。おもちゃにはその時々の世相が反映しているようですね。さて、埼玉県越谷市で地場産業の体験教室が開かれ、夏休みの小学生などが地元名産のだるま作りとせんべい焼きに挑戦しました。この体験教室は越谷だるまと手焼きせんべいを市民にもっと知ってもらおうと地元の商工会が毎年開いているものです。越谷市のだるま業者の作業場で開かれた教室には小学生と母親およそ20人が参加し、まずだるまの顔描きに挑戦しました。丸めた綿や筆を使って目や口、それにひげなどを描き入れますが、ひげを描き入れるのが一番難しいそうで、みんな筆使いに苦労していました。続いて手焼きせんべい作りです。せんべいを炭火で焼いた後、醤油などで味付けをしていきます。片側だけ焼きすぎたり、熱いせんべいを素手で掴んで火傷しそうになったりする光景が見られました。さて、今前橋市で自転車の世界選手権大会が開かれていますが、今月29日からは宇都宮市でも始まるため、それを前に宇都宮市の中心街を照明で明るくしようというライトアップが今夜から始まりました。ライトアップが行われたのは宇都宮市役所から県庁までのシンボルロードを中心に、街路樹や市役所の建物、それに鎌川など9カ所で今夜7時から一斉にスイッチが入れられ明かりが灯されました。このうち街角広場の大きな土地の木には1万2000個の豆電球が使われました。また繁華街を流れる鎌川は470メートルにわたってライトアップされ、ここだけは自転車大会が終わった後も時々照明をつけることになりました。自転車の世界選手権大会のロードレースは今月29日から来月2日まで宇都宮市を中心に開かれ、これまでに16カ国291人の外国選手が宇都宮入りしています。ライトアップは大会が終わるまで毎晩11時まで行われます。ではプロ野球です。今日はナイトゲーム4試合が行われています。それではセントラルリーグからです。名古屋球場の中日対巨人、巨人が原の15号ツーランホームランで先手を取りましたが、中日は大砲の11号ツーランホームランと松井の2号ホームランで追いついています。続いてパシフィックリーグ、西武球場の西武対ロッテ、ロッテがディアズの22号ホームランで先手を取り、ロッテが1対0で勝っています。グリーンスタジアム神戸のオリックス対近鉄、オリックスが石峰のタイムリーで先手を取りましたが、近鉄は相手守備の乱れなどで逆転しています。東京ドームの日本ハム対ダイエー、日本ハムは大島のタイムリーツーベースでリードを広げ4対2で勝ちました。では続いて各地の明日の天気予報です。関東地方の明日の予報です。各地とも朝から一日中よく晴れるでしょう。大気の状態も安定していて、北部の山沿いの地方でも夕立はなさそうです。明日午前6時から正午までに1ミリ以上の雨の降る確率は各地とも 0% です。正午から午後6時までも 10% 以下の低い確率です。風は弱く、北風から日中は南寄りの海風に変わってくるでしょう。波の高さ1メートルから1メートル50センチくらいでしょう。予想最低気温ご覧の通りです。予想最高気温もご覧の通りです。現在濃霧注意報、波浪注意報などが出ています。以上、関東地方のニュースをお伝えしました。